まあ、一時期はもう田島の人限定で捨てざるを得ないのではないかというようなことも、まあ、検討した時期がありました。そういう中で今日の日を迎えることができましたので、とっても嬉しいです。やはり何といっても日本で初めての、まあ、回遊型の演劇祭ですね。ですからお客様にはですね、来ていただいて、ちょっとこれ時間空いたからフリンジの劇団見ようかな、おそば食べようかな、温泉入ろうかなっていうふうにこう迷っていただくっていうのがですね、この演劇祭の一番の特徴かなと思います。ちょっと働いてよ、うん、いや働いてるよ。さっきから俺しかずっと動いてないから。だって分かんないもん、私そのどれ持ってくかとかさ。分かるだろ、大体自分のもの以外は大体俺のだよ。だって全部持ってくわけじゃないでしょ、いらないのだってあるじゃん。だからそれはゴミんところにまとめといてって。ちゃんとあれして分別してよ。してるよ。まあ、やっぱうまくやってたって思いますよ。え、いやまあよ、うん、まあこれ完全に市場抜きにすればね、なんかいつも喋ってるし、うちはそんな口数多くなかった。そうだった。 ありがとうございます。行っちゃったね。大丈夫？うん、大丈夫。あの人と別れたのやっぱ俺のせい？違うでしょ。でも俺がいなかったら続いてたかもとか考えたことあるでしょ。初めて海見た時のことって覚えてる？え？ああ。え？覚えてるの？多分。へえ。覚えてるよ。そっか。覚えてないの？私、海の近くに住んでたから。最初から海あったから。竹野町もう見た方もいるかもしれないんですけど、猫が多いんですよ。で、もしかしたらそこかしこに猫がいるので、ウォーキング中に運が良ければ猫に出会えるかもしれません。ところから涼しいところに入っていく快適も。
その逆のうだりも、夕方のなんだか辛い気持ちも紅葉も、朝のなんだかわからない優しさも、人も。ハロー、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 湯煙サーカス団でございます。ケホケホケホ、湯煙サーカス団でございます。ダン壊さないようにね。理由も分からずに押し付けられたものをおとなしく受け取って、理由も分からずに生きていくのが我々生き物の定めだ。しかしその時、目の前を一匹のウサギが駆け過ぎるのを見た途端に、自分の中の人間はたちまち姿を消した。それぞれいろんなものが出ていて、すごいワクワクします。来年以降は国際的な演劇祭に、育てていきたいと思います。もうすでに海外からもたくさんの問い合わせが来ておりますので、コロナの状況を見ながらですけれども、もう来年からは国際的な演劇祭になっていくかと思います。